はい、どうも皆さんこんにちは。 IQ180 の犬です。5分を、はい、よろしくお願いします。今日はおすすめのハンガーをご紹介します。今回紹介するハンガーはこちらのイエオケというブランドのハンガーです。いろいろ試してきた中で一番満足しているハンガーです。お値段が6本入りで5880円です。木製のハンガーでフェルトバーがついているモデルです。木製ハンガーは除湿効果があるので服を長持ちさせてくれます。形についてですが、形がハンガーにおいて最も重要なポイントだと思っています。こういった薄いハンガーだと服の自重が1箇所に集中するため形が崩れてしまったりハンガーの跡がついたりします。その点このような厚みのあるハンガーだと重さが分散され型崩れの心配はありません。バーがついているのでスラックスなどのパンツと一緒に収納することができます。あと地味に重要なのがハンガーのかける部分が回るというところです。そこそこちゃんとしているハンガーは回ると思いますが固定されているハンガーだとブラッシングするときやスチームアイロンをかけるときに服をかけ直したり自分が回り込んだりしないとダメなので非常に手間になります。ここまでの条件だと半額くらいで買えるハンガーはゴロゴロあると思います。同じ条件のハンガーと比較していきます。比較対象は過去買ったこの2つのハンガーとの比較です。値段は2つとも5本で2000円ちょいとかで木製で厚みがありフックが回転してパンツ用のバーがついているものです。これらと比較したこのハンガーのメリットをご紹介します。で、1つ目は作りです。まだ数年しか使っていないので具体的な耐久度まではわからないですが重さと作りが全然違います。こっちの方がジャケットをかけた時のフィット感が全然違います。で、逆に、このハンガーは作りがかなりチープで軽いです。で、こちらのハンガーは、こちらもチープなんですけどそもそもこう肩の形に湾曲していないのでこうジャケット用というか、ニットとかそっち用のハンガーだと思います。次の、良さですが結構地味なんですけどスラックス用のバーがフェルトになっているというところです。安い方の2つはこうプラスチック的なものが使われています。で、フェルトになると、何がいいかっていうとスラックスが滑りにくいです。細いウールが使われているスラックスはかなり滑りやすいので収納するときとかジャケットを取り出すときに滑り落ちるということが多々あります。これが起きないのが地味ですが個人的にはかなりのメリットです。で、デメリットもあります。デメリットは幅を取るところですね。で、こいつと比較すると分かるんですけどだいたい倍ぐらい幅を取ります。なのでこう結構クローゼットが現状パンパンの人はもしかしたらこのハンガーに変えてしまうと入れなくなってしまうということも考えられます。はい、で最後にですが、服を長く着るためにハンガーは非常に重要なものだと考えています。革靴とかも長持ちさせるために一足一足シューツリーを入れて保管していると思いますがシューツリーは安いものでも 2,3000 円するのでそれに比べれば1つ1000円なので非常に安いと思います。逆にハンガーをケチって高い服やお気に入りの服が型崩れしてしまうのは非常にもったいないことだと思います。最近いい服を買ってハンガーを探していた人や今使っているハンガーがしっくりきていない人はぜひチェックしてみてください。今日の動画は以上です。今日の動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでよろしければフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。